し。はい、皆さんおはようございます。ここは今光町のローソンに泊まってます。トイレ借りて、はい、これこのコーヒー100円でした。はい、なんかいいよね、パッケージが。はい、うまい。さあ今時刻が、何時、7時19分ですね。で、到着予定が7時37分。はい、今日山手町の方に向かいます。広島市西区山手町、ここは今東区光町なんですけど、こっから 5.4 キロ18分ですね。はい、時間指定8時のコンテナ設置なんですけど、まあ20分ぐらい余裕あるんですけど、ちょっと朝なんで、はい、もう今からすぐ出発したいと思います。コンテナ設置からの、その後また別の現場で引き上げがありますんで、はい、今朝はそういった流れでございます。はい、行ってみましょう。おっと、ガムも買いました。出発進行。城南通りに入りました。城南通り、広島城の南側ですね。はい、結構ねルート3つぐらいあったんですけど、まあ、一番直線的なコースで行けるルートを選びました。まあ、当分このまままだずっと道なりにまっすぐ行きます。はい、9時2分引き上げ完了して現場を出ました。ドバに帰ります。順調ですね。
結構設置した後、引き上げの方をナビセットしたらね、結構時間ギリギリだったんでどうなるかなと思ったんですけど、まあ普通に5分前ぐらいには着いて、はい、でパパッと引き上げもできて、はい、順調に進んでおります。昨日からね、全然高速道路乗ってないんですよ。今週月曜日始まってからね、一回も高速乗ってないって珍しいですね。だいたい1日に1回は高速道路乗るんですけど、まだ今日も乗ってないし、そう、まあ、もうそろそろ次あたりね、高速道路乗る配車が当たるんじゃないかなと思うんですけど、ずっとなんか市内の近場とかねちょろちょろしております。遠いとこに行きたい。はい、当たりました。遠いとこ当たりましたよ、はい、今時刻が12時5分。今度ね、三好市に向かって走ってます。そう、あのさっきの朝北区の深川の現場の廃材下ろした後、もう一個ね近場に入れ替えに行ってきて、ほんで今三好の方へ向かって走ってます。コンテナ設置ですね。いやー、空も綺麗じゃしね、最高のドライブですよ、ね、時間指定が1時なんで、まだ昼飯食ってないんですけど、とりあえず三好インター降りてから2、3分のとこなんで、まあ、三好インター降りた先のセブンでちょっとカップラーメン買って食べようと思います。そこまでとりあえず移動します。16
分です。今から昼飯食べて、またすぐ、もうすぐ現場近くなんでね、はい、もう飯食べる時間しかありません。まとまって食べられるだけありがたいです。ほんとね、クーラーの効いた涼しい車内でね、ほんとすいませんね、セブンイレブンさん。はい、カレーヌードルと、あと今日明太子とね、梅干しをのしてご飯持ってきました。これを今からパパッと食べて、はい、サブチャンネル撮影してすぐ現場に入りたいと思います。はい、まあ久々に遠くに来れたんでよかったです。多分ね、この後引き上げがね、高田町の方に現場があったんで、多分そこにも当たるんじゃないかなと思うんで、引き続きドライブやって帰りたいと思います。はい、じゃあ本日もご視聴ありがとうございました。また明日。